はい、えー。今回ですね、実践チュートリアル、えー。炎のボールをキャッチ。できなかったら腕立て20回っていうのをやりたいと思います。本、え、当、ー、やってくださいね。まず、えー、ここで用意する背景ですね。まあ、背景適当に今作ってるんですけども、まあ、でっかい背景後ろに置きます。まあ、別にこれあの適当に作ったもんでも構いませんし、背景なくても大丈夫かなと思うんですが、はい今回用意するですね。まず、ボール。はい。ポチッと。ボールですね。これも透明になってます。で、ミット。 すごい単純ですね。この二つだけで作るというやり方です。じゃあちょっとやってみますね。えまず、ボールとミット。はい、ここで取った状態ですね。これ、あの、ミットだけなんで、ここで、あの、こうやっちゃうと <laughs>、ちょっとおかしいので、隠します。隠すということで、こういうふうな形で受け取ります。で、まず、えー、これなんですけども、結構早めな形でもう12フレーム、 もうほんとこのぐらいでパシッと取りましょうという段階で、モーションコントロールポイントとしては、最初からやらなくていいんですよね。あの、出来上がった状態の各、まあ、キーフレームというかですね、各その、場所場所をしっかりと押さえていけばいいということで、最初にもうここでボールを受け取ったというところで、まずはボールの位置、そしてミッドの位置、OK にします。そして次、0番ですね、0秒ですね。ここではミッドを、はい、左に寄せましょうか。見えなくしましょう。 はい。こんな感じにします。で、ここでモーションブラーかけておくと、しっかりとこうミットの動きっていうのがこう、しっかりと決まるんですよね。普通じゃなくて、こういう風な感じで残像が出ますんで、ここをしっかりと押さえてください。こんな感じですね。スパーって感じです。 で次、ボール。えー、これなんですけども、まあ、これ自由にやっていただいて結構かなと思うんですよ。あの、どっから飛んできても、結局ミットに収まる形になるんで、あの、ま、この辺からでもいいし、この辺からでも、この辺からでも、もう場外でもどこでも構わないんですけども、えー、ちょっと私はですね、もう少し凝ったようなやり方しまして、ちょっとこの辺にしようかな。この辺から行きます。そうすると自動的にキーフレームつきますよね。 はい。そして、こう持ってくると、パシーンと受け取ったような形になります。ちょっとここまでプレビューしていますね。はい。で、これだとすっごい単調なんですよね。あのー、全然 <laughs> 普通なんで、ここからちょっとどう演出していくかっていうのを、ちょっとうまく解説していきたいなと思います。まず、ボールね。ボールなんですけども、せっかくですから、ボールをもう少しですね、あのー、こう、なんていうかこう、臨場感っていうのですかそういうのを出すために、えー、スケールで、 まずボールを大きくします。おりゃ、すごいっすね。ここまで大きくしちゃって。もうこのぐらいまで。うわ、でかこんな感じですね。そして、えー、このボールがちょうどミットに収まるところですね。これがちょうど何パーかなこのぐらい。こんな感じになる。はい。そうするとまずボールが来て、スカーとなりますよね。そして次回転。回転でも入れましょう。 はい。えー、今なんかい、なってますけども、本当は回転なしの状態から始まるんで、こっからこう来て、そして、はい。これが回転してきます。で、この回転率が、大して回転しないと、モーションブラー効かないので、結構思いっきりやっちゃっていいかなっていうんで、1回転、約2回転ぐらい。こんな感じですね。すごい。かー、パシーンと来るような。こんなような形で設定します。はい。スパッ、スパッ、スパッ。 スパって感じですね。で、ここの最初のところをもうちょっと大きくしても構いません。あの、この辺はもう、あの、自由にお任せしますんで、ちょっとこういう風にしてもいいかなっていう風に思います。で、スパーッ、ズバっと入るような感じですね。はい。で、こっからなんですけども、えー、ただこれで終わらしちゃうと、ちょっとなんかこう、まあ、一応撮ったなって感じはするんですけども、通常撮ると揺れるじゃないですか。スパってこう、ガ,ガガガッと手が。 その手が揺れるのをウィグラーでちょっと設定したいと思います。はい、えー。ウィグラーなんですけども、ちょうどここから、そうですね。ちょっとスパッと感じで描けるんであんまり長くない。このぐらいかな。はい。このぐらいの位置にしまして、はい。位置はそのままですよ。で、こっちの位置もそのままですよ。はい。つまりここは普通に空のキーフレームでこの位置で打ったっていう形になります。そして今度はウィグラーを選択。 はい。ウィグラーありますね。ここでキーフレームが2つ以上ないとウィグラーかけれませんので、はい。ここで、そうですね。ギザギザでもいいか。はい。そして、えー、2つの、よいしょ。キーフレームを、だけを選択。難しいな。よいしょ。はい。これで行きましたね。 そして、全次元で構いませんので、これを揺れをどのくらい大きくするかで変わってきますね。強さは、そうですね、結構揺れてもいいかな。そして周波数は小刻みにしたいので、もうこれ30ぐらいに設定しましょう。ちょっとまずこれでやってみますね。はい。こんな感じです。そうすると、あ、ちょっと揺れてるけど、なんか、パワーが足りない。ということで、パワーを、もう、じゃあ100とかやってみましょうか。どうなるかな。はい。そうすると、 あ、いい感じで揺れましたね。いい感じではい、えー。でですね、ここのウィグラー部分ですね。ボールの方がウィグラー出来上がったら、今度はこれに合わせてですね、ここのキーフレーム。はい。1ですね。1のキーフレームのこの部分だけを選択します。そしてコピーします。そしてコピーしたら、今度はミッドの、はい。ここの1の方ですね。ここの方に当ててペーストします。 そうすると、このボールとミットは同じ動きをするっていう形になるんで、まあ違和感なくこう、綺麗に決まるわけですね。動画制作もやってるよ。